荒井正和の出版で明けましておめでとうございます、スパルタ王子こと荒井正和です。年明け一発目でございます。まあ今年はねどんな年になるか分かりませんけども、さて、お二人来ておりますので、自己紹介どうぞ。はい、フォルツ横浜レッスン生大橋奈穂です。元気ですね。はい、明けましておめでとうございます。フォルツ横浜生バッシーこと小板橋ゆかりです。よろしくお願いします。バッシオ君と呼ばれてます。はい、もうバッシーなのかバッシオなのかよく分かんなくなってます。はい、まあ、こんなね3人でお送りしますので、お楽しみくださいませ。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りいたします。改めましてスパルタ王子こと荒井正和です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さあ、まあ自分の紹介からいこうか、軽くね。はい、じゃあ私から、はい、新年一発目ということでとても光栄にそして楽しみに思っております。改めまして大橋奈穂です。よろしくお願いします。はいはい、お願いします。最近ですねフォルツァ横浜のその音響部ってよく言われるようになりました。明けましておめでとうございます。バッシーこと小板橋ゆかりです。なんで音響部なの？わかんないです。それもともと新井さんが呼び始めたのが始まりですから。そうですね。でもですね彼女は音響部から卒業します。ね、冒頭で言っちゃうのもあるんだけど、今年ね4月17日にねあの衝撃ライブというのをフォルツァでありますんで、はい、音響部じゃなく出演するわけだもんね。はいはいはい、音響部兼出演。あれ、じゃあ待って、私忙しくなってません？忙しい。まあ、いや、ですね、まあ1月4日か、はい、どんなお正月でした？正月ですか、うん、お正月ですね。実はですね、前まで私、うん、実家に帰らなかったんですけど、うん、なんと今年帰ることになったんですよ。ほうほう。で、で帰って久しぶりにその家族と、うん、もうのんびりやってましたね。のんびり何をやってたんでしょうか、ね、のんびりですね。もう飯食ったりゴロゴロし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 たり、ゴロゴロがメインです。ゴロゴロがメインね。なおさんは？はい、ですね、私は一人で年末年始をすごく楽しく充実して過ごして、うん、ひたすら DVD を見たり、うん、いろんな街を探検したりして、うん、いろんな街、どんな街？はい、こうたまたま思い立った駅で降りてぶらり一人旅を楽しみました。自分でレポートしてるんですか？そうです。いつもエアーで。エアー、はい、やってます。つまり自分の未来を想定してですね。ちょっと待って、男の声が笑い声がいい。エアー、バニーアールっているんですよね。今日出ましたけどね。楽しみ。ほんととんでもないやつなんだけど、ちょっとまた出るんだけどもね。なるほどね。あ、そう。じゃあ、ジョヤの鐘ありましたよね。どんな状態で聞いた？どんな状態って言ってんだけど、状態どんなの？ジョが？ジョさあ、はい、状態もう例えばさ、はい、しんみり聞いたとか、家族と例えばね年越しそば食べ終わってまあ、テレビを見ながら聞いたとかあるじゃないの。あ、うん、そういうこと。私はゴロゴロ聞いてましたね。ゴロゴロゴロって雷か。で、なんて言うんでしょう、その新年迎える時に、うん、タイムがこうカウントダウンが始まると思うんですけども、それで3、2、1で家族全員でジャンプしたりとかしました。それいいね。2年またぎなんでね。いいな家族って。私はですねテレビを見ないので、地元からどっかから聞こえてくるかなと思ったんですけど。普段からテレビ見ないの？全く見ないですね。あ、そうなんですか。何故に？テレビを見るとちょっといろいろその時間がね、そのテレビに取られちゃうので。あ、一回集中したら離れられないみたいな。ずっとダラダラ見ちゃうタイプなんで。撮って全く撮らずに。あ、世間のことあんまり知らない。そう、世間知らずかもしれない。なんか世間知らずって言わない、箱入り娘とかみたいな感じになってんじゃん。箱入り娘って言えって言ってること。非常に嬉しいんですけど、まあ、それなので近くから聞こえてくるかなと思ったんですけど、聞こえてこなかったです、うん、聞こえてこなかった、はい、なるほどね。じゃあね、今年の目標かな、
目標、はい、僕はあまりね、僕から行くね、はい、僕はあの、はい、この新井まさかのスパルタ学園、はい、なるべく喋らないでいられるようにしようかなと思うんですけども、ね、2人、ね、2人なり何なりのね、番組として進めていけたら嬉しいかなと、それを目指します。はい、どうぞ、はい、和尚君から。はい、あの新井さんもおっしゃってたように、あの新井さんに頼らず、このスパルタ学園をこうトーキングしていけたらなって、てかしていきたいです。はい、僕ほんとね、いるだけ、何も発さないっていうね、ここ言葉を発しないっていうのか、うん、それがいいかな。あ、なんかいるんだけど得ないみたいな存在感だけ言わない。そう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 。奈緒さん、どう、今年、今年の目標ですよ ね、 ね、目標は聞き上手になることです。聞き上手は、はい、話し上手ですね。はってことは話し上手を目指してるってことですね。それは特に目指してないです。じゃ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 、話そうよ聞き上 手、 き上手、憧れます。あ、聞きっぱなし。じゃあ今はどうなの。今一生懸命聞いてます、本当に。話そうじゃない、話そうよ、ラジオなんだから。あのさ、はい、あの女の子2人って今回さ、あ、そうだ、2回目じゃん2人とも、はい、そのちょっと話変わっちゃうんだけども、はい、誰か知人とか、まあ家族とかでもいいけど、どうだったら評判というか。あ、バッショウ君からどうぞ。はい、家族から、うん、なんて言われた、聞きまして、聞きまして、ノーコメントでお願いします、ノーコメントだそうです。はい、大橋さんは。はい、私はですね、今ちょっと聞き上手な話をしたんですけど、あまりに私が一人で散らかしたと、ぐっちゃぐちゃに散らかして、言われたの。はい、っていうことを言われましたね。なるほどね、はい、笑顔で散らかしたって言われました。笑顔じゃないもんね。あ、そうですか。なので、そう、さっき聞こうと思ったのが、女の子2人初めてなんですけども、2人は仲いいの。私はそう信じてるんです。やぶから棒ですね。あ、やぶもとですか。いやいや、違います、違います、関係ないです関係ないね。ね、まあ、でも結構話すことは話しますよね。その話すことは話しますって、なんか仲悪いみたいな。いや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 、楽しく話してるよね。はあ、はい、うん、通じ合ってるよね。通じ合ってる、じゃあ通じ合ってるで、まあ、冒頭はこんな感じでございます。ドリーム、ドリーム。はい、このコーナーはこんな楽しい夢、笑える夢、怖い夢、不思議な夢見ちゃいましたを紹介するコーナーです。はい、危なかったね今、あの年始めから血を流すんじゃないかとヒヤヒヤしました。いやいやいや、流しません、流しません、そんな、まあ、ドリームドリームですけども、ね、はい、これはもう初夢しかないでしょう。じゃあ進めてってくださいよ。はい、はい、じゃあ奈穂さん、なんか初夢見ました。初夢、はい、私あのちょっと前回の話に戻っちゃうんですけど、はいはい、前回の相棒の十太郎さんが、はい、見たい夢を意識して夜寝ると見れるって話、はい、見られるって話があったんです。おっしゃってましたね。それを早速活用して、はい、12月31日寝るときにこの人に会いたいっていう人を強烈にイメージして、もう強烈にピックです、はいはいはい、したらやっぱり出てくる、本当出てくるんですよ、ね、誰出てきたんですか、うん、憧れてる歌手の方なんですけど、これ名前は出しちゃって、いっぱい出てきました。あ、武田鉄矢さん、はい、そうです、そうなんですよ、武田鉄矢さん大ファンなんですけど、今のまま何や、いや、なんで知ってんのかなってエスパーだなと思って、新井先生、新井先生、おさん、そう、あの、そうなんですよ、武田鉄矢さんが出てきたんです。前にレッスンでですね、ちらっと武田鉄矢さんが憧れの人だっていうのをちょっと喋ったの聞いたことある。そうなんです、いや、ちょっとさすがです、さすがって失礼ですけど、そうなんです、ね、でもあれでしょ、金髪さんは僕の先生でもあるんですよ。いや、そうなんですよね、僕はあのその金髪さんの生徒やってましたから。そうなんですよ、だからもう、はい、あの間接的に先生も出てきたってことですよね。出てこないあ、でも私分かんなかった、まあ、そう、世代が違うもんね。そうそうです、まだ全然年違うじゃん。年全然違います。私の初夢はそうなんですけど、バッシーはどうですか。私ですか、はい、あの夢、私見なかったんですよ、初夢は。金縛り、初金縛り、いや、あの、あ、でも金縛りはありました。あったのありました。どんな状態で、それちょっと逐一報告して。あ、はい、あのですね、うん、私基本的に金縛りになりやすい体質なのか、うん、よく特に首元が金縛りになるんですよ。それ凝ってるだけじゃん。確かに、いや、なのでしょうかね。ただ上を見ながら本当に首が動かなくて、で、うん、夢の中で金縛りにあることも多々ありまして。え、それなんか夢の中でって、夢見てんの。あ、なんか、なんかしら夢を見てんですけど、うん、絶対首が動かないんですよ。誰が出てくるの。あ、知人だったり知らない人だったり。知人って友達？まあ友達もいますし。僕じゃないよね。ああ、新井さんの名前出そうと思ったんですけど、言わない方がいいですか。
大橋直さんですか。直さんも出ます。出ます。本当ですか。仲いいのところで、あのすごい仲いいよね。まあまあまあ、会って話しますし。全然噛んでますけど大丈夫かな。ボロボロですね。じゃあ、初夢ってそんな感じだ。見たい夢ってある。見たい夢ですか、うん、あの先ほど新井さんもおっしゃってましたけども、うん、その富士山とか鷹とか那須とか見たいです。あ、これはなんていうの。那須さん初夢です。だから富士二鷹三那須美四バッシーです、ね、そうそう四バッシー。ちょっと見たかった。あ、バッシーは別に見なくてよかったんですけども、はい、え、見たことない富士山とか。富士山の夢は見たことあるんですけど、うん、富士山のそういう形を見たっていうよりも、うん、富士山の中でさまよってる夢を見たって感じ。樹海じゃねえか。新年早々なんて話してるの。いやいやいや大丈夫だと思います。は私はですね、その今の3つは見たことないんですけど、うん、見たい夢ですね。見たい夢はちょっと私なんか痛い人になっちゃうかもしれないんですけ ど、あの結婚相手を見たいです。夢で結婚相手を見たい。そういうそういう、まあ、今日募集した募集したんですよ。ちょっとあれから2ヶ月経ったんですけど、ちょっと梨のつぶてですよね。いやまさに梨じゃなくて梨でしたんですけど、そうなんですよ。結婚相手見てどういうこと。あの結婚未来の結婚相手が夢に出てくることがあるらしいんですよ。あの出るんですか。そうなの。お正月の6日までに出るらしいんですよ。正月の6日、誰しもの話。あ、そう、ね、強烈に願えば、この人が結婚したい結婚したいって願えば。もちろん未婚者ですよ。既婚者でないですよ。いやいや既婚者だったらそれただのそうで出るらしいので、でも今、まあ、まだ4日なのでね、あと2日期限があと2日あるっていうことで、これあの結婚結婚って言ってるね去年からずっと。そうなんですよ。誰でもいいんじゃないの。そうそうそう、だから本当一人ね、いい人紹介してあげる。あ、本当ですか、ね、こんな場所でここにね R って書いたんだ、うん、頭の。ああ R さんかなりいいですね。 R さんね去年30になったばかりです。あなるほど、おめでとうございます。どこでもないやつですよね。なんか今笑い声聞こえましたけど、ちょっとなんか聞こえましたね。そんな感じだよね。はい、そうなんです。じゃあさ、はい、現実に今年こうなりたいって夢言おうよ。あ、え、まさ夢ってやつですか。いや違う、例えばささっきは目標みたいなこと言ったけども、うん、はい、今年、10月までに、こういう仕事やってたいとかさ、いろいろじゃん、うんうん、あ、まあまあ大橋さんは結婚してたいかもしれない。そうですね、はい、それは、はい、はい、どっちどうする、場所君から、はい、私から、yes。 はい、私ですね、まあ1年以内って言うとちょっとアバウトなんで、いや結婚は結婚はあの那穂さんを差し上げて、それは恐ろしいですね。血の雨が降るからね。死んじゃいます私が、はい、そうですね、まあ、大体10月までには、うん、10月ね、10月までには、まだには自分その演技の話になっちゃうととても失礼なんですけども、うん、10月までには演技とは何だろうなっていうのをようやく答えを一つ見つけたいです。え、今全く分かってないの。いやいやいや、なんか今ですね、うん、ちょっと路頭に迷ってるナウみたいな感じです。あのね、君が迷ってる理由ね、僕知ってるんです。マジですか、はい、それを答えないのは自分で探し出せですか。いや、あのね、聞かないから言わないだけ。ああ、じゃあ終わったら聞きます。はい、わ、はい、かりました。大橋さんは。はい、私はですね、舞台に立ちたいのと映像に出たいです、うん、本当に映像に出たいです。映像何でもいいの。はい、何でも。あ、そうだ、俺ね去年ね、はいはい、映像といえばね、はい、これねまだ流れてるからね、はい、ベネッセのですね、はい、なんかね、ヤブオントの声聞いてるんだけど、ベネッセの CM をやってまして、ね、これベネッセの方でですね、はい、検索していただいてもいいですし、はいはい、あと僕ね、フォルサのホームページからでも、うん、見られますんで、よかった、はい、お父さん役なの、なんでこれ宣伝したか分かんないけど、お父さん役をやってました。以上です。はい、っていうかブログでも出てましたね。あ、そうね、そうね、はい、あ、見たのね。何度も視聴しました。あ、うん、あ、もう恥ずかしい。お父さんです、僕子供いないのに。結婚もしてないんだよ。いや、それはノーコメントです。ノーコメントです。ノーコメントね、はい、なるほどね。まあね、でも夢っていうのはね、思えば、7割8割は叶います。はい、ただ、あと、1割2割3割はですね、はい、人との出会い、うん、あと、運とか巡り合わせなんです、はい、これになってしまうんですね、はい、でかいです。そうですね、まさしくドリームドリームですね、はい、まあ、こんな感じでドリームドリームのコーナーでございました。はい、どっちもどっち。
このコーナーは遊びに行くなら山派か海派か、ラーメンは味噌派か塩派かなど、もし何々ならどっち派っていうのをお互い対局に分かれ、良き悪きを討論するコーナーでございます。はい、そうですね、はい、今回はですね、はい、まあ新年早々なんですけども、はい、生まれ変わるとしたら、はい、男がいい、はい、もう一度女がいい、はい、というので、これをやってみようかなと思います。ここにですね、トランプがございますね、はい、ちょうどねスペードの方が生まれ変わったら男ということ で、はい、でハートのエースの方が女性ということで、僕目は混ぜ混ぜしちゃいますので、はい、ちょっと待ってね、はいはい、混ぜ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 して、これどっち引く、どっちでもいいよ、バシオ君でも、じゃあバシお願いします。はい、はい、どうぞ。じゃあ行きます。見してね、見してねって、ユーストリームと、はい、YouTube の人見れるんで、どっちだ。はい、エースでございます。ということは、はい、生まれ変わったら、はい、男です。じゃあ私が女子で、ね、はい、さあこれで、討論していただきましょう、はい、どうぞ、はい、お願いします、お願いします、はい、じゃあ奈穂さん、女に生まれ変わりたいってことなんですが、はい、なぜに。そうね、ですね、はい、女子って、はい、お化粧ができるって、これとっても大きいと思うんですよ。ちょっと待ってください、はい、男子もお化粧できますよ、ね、まあ、けどあんまり一般的にはもう作り変えるぐらいにはお化粧しないじゃないですか。一般的にはそうですけど、はい、でも今結構バラエティ番組ではそのお化粧男子っていうのも結構持ち上げられてますよ、はい、すいません、いいですか、はい、話、はい、ですね、普段から化粧してる男子、電車とかでも見ますよ。やっぱ見ますよね。普通に下地塗って、はい、ちょっと軽く目のあたりをね、色入れてって見ますよ。口紅とかするんですか。口紅まではないけどね。そう、でも中にはアイプチしてる人いますよ。クロスもいますし、アイプチもいますし。いるよね。はい、います、全然います。ごめん、ちょっと私の地方にはそういう人いなかったんで知らない知識だったりするけど、そう、顔がね全然女子って変えられるみたいなところがあって、そこが楽しいと思うんですよ。ああ、お化粧を化粧して心置きなく楽しめるっていうことですか。目がパッチリしたりとか。でもさ、素顔が分かんないよね。まあそれはそうですね。ちょっとごめんね、はい、場所くんは化粧してるでしょ、はい、してますね。奈緒さんもしてるでしょ、はい、これ素顔と、はい、今と違うの。いや違いますよね。私は見たことないから分かんないんだけど私はそんなに変わんないと思いますよ。どっちかというとベースメイクメインなんで。ああ。まだね、若いからね。あ、言っちゃった自分で、うん、違うの？そう、10年経つともうそんなこと言ってらんないんですよ。そうなんですか。もう基礎工事だけじゃダメなので、はい、もう全部リフォームしないと。それはなおは撮ったらどうなっちゃうの。あ、全然違う顔してます。あ、そうなんですか。それさ、マジだったら絶対分かんない。そうです。毎日リフォームをしないと。毎日リフォームっていう表現維持できないわけですよ。なるほどね、はい、毎日もリフォーム、イノベーションどっち。そう、イノベーション、イノベーションもしたいですけど基本的には追いつかないんで、リフォームフォームで対応してます、ね、それ肌ボロボロになりませんか。そうなんですよ、大変だね。そう、まあ、そこが女子のいいとこ、面白いところですね。じゃあバッシーさんどうぞ。はい、男子は、うん、そうですね、私は今のお化粧出たんですけど、私ちょっと重めなとこから出ちゃうんですが、うん、出産の方で進めていきたいと思います。え、はい、男になりたい理由が出産。違います、違います、違います、関係ないです。例えば、うん、出産になった時に、うん、女性って話によるとスイカを鼻から出すぐらいに苦しいっていうとか、あと中にはちょっと女性の方にちょっと失礼な言葉かもしれませんが、帝王切開で赤ちゃん産んじゃってっていう人もやっぱ中には聞くので、そうするとすっごい痛いっていうイメージが強いんですよ。でもその反面、男性っていうのはそういうのがもう全く持ってないと思うんですけども、うん、痛いのは嫌いっていう理由だけ。いや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 、まあ、まあ女性への尊敬もありますが、この表現は、うんうん、でもやっぱ痛いの嫌じゃないですか。でもさ、はい、それに変えられないほどの可愛いさ、はい、愛の結晶がさ、はい、生まれてくるっていう、これどう思う。まあ人間の素晴らしさ、それすら忘れてしまうって僕は知らないけどね。聞いた話です。そこはすごいなと思います。女性に対してそれはすごいなと思います。だから男性で生まれたいって感じ。それもありますし、あととてつもなく市場なんですけども。市場はいいですよ、はい、私弟がいるんですよ、うん、あ、いますね、はい、弟がいるんですけども、うん、顔がですね、私とウリ2つそっくりなんですよ。いいじゃない、兄弟だから。なんですけど、うんうん、やつすっげえモテるんですよ。あ、へー、あ、
そうなんだ、はい、すっごいモテるんです、うん、同じ顔なのに、うん、やつだけモテて私だけモテない、どういうことだと思ったって感じですよね。あ、男前な顔ってことですね、まあ、で、うん、あの一回友人に言われたことが、うん、バッシーってなんで女の子で生まれちゃったんだろうねって言われたことがありまして、でだからもし私が男だったら多分モテてたんだろうなと思うと、ちょっとつまんなく苦しい感じですね。あ、でも中田さん、これ意義あるんだけど、うん、俺ね、はい、あのバッシーは自分で心を開かないっていうのかな、あの男性とそういうふうな、はい、恋愛感情を持とうと思わないからあのモテないっていうふうになってるんじゃないかと思うんだよね。ないですか。でもね、僕さっきも言ってたけど、うん、彼女は、はい、男性にモテたくないんだよね。女性にモテたいってことでしょ。どちらかというと女性にキャキャ言われたいです。そっち、いや、そっちでもないですし、うん見てるよ、テンション分かるけど、分からない表現が。あ、そうなんだ、はい、もっとの、じゃあ、なほ、あの、じゃあ女性の、はい、なほさん、あの、はい、今私ちょっと考えてなかったんですけど、うん、そのバッシーが言われて、はい、そうだと思ったのは、そう、出産をするって女性だけの醍醐味なんですよね、はい、その私未経験ですけど、うん、だからやっぱりあの出産をするってことは何にも代え難い喜びだと思うので、すごいよね、さすが女子って思いますね。ああ、そう、でかいことを刺された。そう、言い返していいよ。あ、うん、あのまあ、出産から枝分かれっていう言葉なんですけども、うんうんうん、あのこれ2時の時間帯で全然放送していいのかちょっと分かんないんですけど、ね、あげましておめでとうございます。ありがとうございます。あのじゃあ月の女神が舞い降りた日でも表現しましょうか。まあ、いや、はいはい、はい、じゃあまあ直接的に女の子の日、うん、あのが女性にはあるじゃないですか、はい、あのでも男性にはやっぱりそういうめんどくさいものが存在しないと思うんですけど、でもめんどくさいこといっぱいあるんですよ、うん、男性も実はね、うん、まあ、僕は女性じゃないからよくわからないけども、はい、まあ、男性もね、いろいろ大変なこといっぱいあると思いますよ。よ、はい、でもね、年取った時にさ、あの男性でよかったか女性でよかったかって分かれると思うんだよね。今若いからあれじゃん。どう思う？それを想定した場合どっちがどっちだと思う？なほの子から言っていいよ。私あの男性になりたいと思ったことがないので。だってさ、例えばさ、失敗しちゃったらさ、すんごいごめんなさい、クソババアになっちゃうんだよ顔が。そう、あのけど化粧があるわけですよ。まあ、話が戻るんですよ。これは化け物じゃん。やばい。出たらよくい。いか。厚化粧ですか。本当に美容業界ってどんどん進化してるので。あ、整形しろってこと。そうなんです。あ、整形じゃなくてあのリフォームですよ。リフォーム。あのリフォームも整形も変わらない。でもさ、男の場合さ、どんだけブサイクでクソジジイでも、自分のね努力次第で金と権力と力を手に入れたら。若いお姉ちゃん来るんだよ。そうですね。どうするよ。いっぱい来ますね。うん、それなくてもまあジジイだっていうで済まされるのよ。うん。化粧しないじゃん。妖怪とは言われないんだよ。これどうする？妖怪って言ってもその本当の妖怪の部分は大事な人にしか見せないんですよ。いやもう、いや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 、それは妖怪なの、顔がもう。あ、顔が妖怪。だってさ、頭はだよ、ね、髪の毛が緑になってるか紫になってるかピンクになってるか分かんないんだよ、ね、じゃあそれは悪いとは言わないよ。プラスだよ、ね、タルのさ、シワシワにさ、ね、いろんな色が乗っかっちゃってるわけだよ。これどうも矢本誰ここで矢本いないね。そう、新年早々、やぶもとは違うんですけどね。なんかもういろんな女性に対してすごい喧嘩を売ってるようなトークがバンバン流れてるんですけど大丈夫ですかこれ。っていう人も言うってことだよ。僕は熟女好きなんで。あ、年上がいいんですか。いや、つくまねつくまね。カバーできないんだろ。熟女って、まあそうですね、熟女好きって、はい、でバッシーは老年っていうか年を取っていったら男の方がいいなって思うと思う？あ、やっぱ思いますね。まあ、あの女性の方にも本当失礼な話なんですけども、うん、あの女性の鼻ってやっぱ若い時、うん、花がある、はいはいはい、花、花、うん、花って言ったら人の名前だけど花が、うん、あのまあ、すごい輝いてる時っていうのが、うん、若い方が結構メイン的にやっぱあると思うんですけど、女性、あ、男子、あの、まあ、女性の花はやっぱ長いと思うんですけども、うん、その中で一番咲くのが若い年代、うんうん、と思うでしょ。これね、僕はね、はい、異議申し立てていい、うん、女の人っていうのはね、うん、
20歳から30ぐらいまでってみんな、まあ、10代からだけども、可愛い可愛いでどの子も可愛いで済まされるのよ、はい、実は30からが岐路に立つのよ。うーん、美しい人はものすごくね美しくて若い人はかなわないよ。うーん、まあ、あのそのままね衰退していった人もいるんだけども、中にはね2つに分かれる、ちょっと痛いですね、努力したい、痛い言葉、若い時の努力したいだけど、はい、女の人って30過ぎはものすごい綺麗だよ。30過ぎからって言った方がいいね。あ、すごい綺麗だよ。なるほどです。いいある？どうぞ。いや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 、それは全くもって正論だなと思います。ごめん、俺が口出しちゃった。いやいや全然大丈夫です。いやどうしよう、何も返せないと思っちゃった。じゃあ男子は、男子は、はい、男子も40過ぎが一番、はい、そうなんですよね。男性って、うん、ま、若い方もいい、俺も40過ぎなんだけど、若い方もいいと思うんですけど、これもまた個人な話になっちゃう、個人的な話になっちゃうんですけど、個人的な話になっちゃうんですけども、はい、40代からの男性って貫禄があるなって私よく思うんですよ。なるほど。おいらはあると思います。すみません、新年早々矢本が近くにいるんですけど、さっきから鼻で笑うんですよ僕の。ほんとムカつくやつです。あいつ30超えてるけど、あいつどうなの。あ、じゃあ矢本どう思う、2人。矢本さんですか。どうでもいい話だけど。いやいやいや、矢本さん、私アホですね。いやいやいや、何も。矢本さんやっぱモテる男の代名詞みたいな、モテる男のアホですね。はい、いろんなもの。じゃあ話戻しますよ。戻しまくってる。じゃあ本当は今引いて決めたんだけども、はい、本当は馬氏の方から、生まれ変わったら男がいい、女がいい。はい、私は生まれ変わるなら男で、なおかつ人間がいいです。あ、男で、あ、でも男は変わんないんだね。はい、変わんないです。そうなんだ、やっぱり男がいいんだね。はい、まあ、男になってみるといろいろね、男の、はい、次女がいいかなと思うかもしれないね。あ、ナモさんはどうですか。ね、私は絶対に女の人がいいですね。例えば曲がり間違った男に生まれちまったらどうする。バレンタインだけを楽しみに生きると思います。それなんか寂しい人生だよね。チョコレートいいなと思って。あ、チョコレートは食べたいだけ。食べたいだけ。なるほどね、わかりました。まあね、これはね、来世はわかりません、どっちになるか、はいはい、ただ、できたら、人間様の方がいいってことですね。人間の方がいいです。そんな感じで、はい、どっちもどっち、終わります。はい、はい、はい、エンディングで、はい、では感想をどうぞ。今年一発目ですけどね。はい、私からでいいですか。どうぞ。私今回2回目なんですけども、うん、ものすんごく風のごとく過ぎ去って終わったなと思った感想が一番ありました。俺喋れまくっちゃったね。あ、なるほどね、はい、はい、あ、うん、はい、私もですね、バッシーと同様、なんかもう、もう終わったのってぐらい早かったね。本当にもう早かった、早かった。ね、これ申し訳ないんだけどね、はい、一発目、年明け一発目だから俺口バンバン出しちゃったんだけども、はい、僕喋ると早いみたいよ、時が。あ、そうかもしれないかもしれないです。でもまあね、今年ね、はい、もっとビシバシね、僕も鍛えますので、はい、もっと伸びていってほしいなと思います。そうですね、はい、あとお便りというか、あれですね、応援の お便りですね、お持ちしますので、はい、その宛先というか、はい、はい、お便りは、お便りアットマークオフィスフォルザネット、スペル申し上げます、 OTAYORI アットマーク OFFICE-FORZA.net となっております。こちらまでどしどしお願いいたします。はい、はい、それからですね、フォルザ横浜からのお知らせをどうぞ。はい、私たちと一緒にレッスンで現場型のトーク力や現場型の演技力をつけながら FM ラジオのパーソナリティをやってみませんか。見学や無料体験もやっておりますので、はい、ホームページよりお気軽にお申し込みください。ホームページのアドレスはですね、http://www.officeforzanet です。フツペルがですね、本当噛みまくっちゃってるよ。噛み噛み、はい、噛みが噛み噛みです。はい、ですね、こちらスペルがですね、www.office-forzanet
forza.net になってあります。そうですね、はい。まあ、新井正和でもですね、検索ができますので、調べてみてください。あとですね、今年4月17日、はい、2人行っちゃえよ、もう俺も一緒にやるからね。はい。なんで、皆さんね、また、おいおい、告知もしたいと思いますので、次回も新井正和のスパルタ学園お楽しみに。この番組はオフィスフォルツァの提供でお送りしました。